保護士がそこまですることはないとか、まあいろんないろんな批判があったんですけど、やはりここで私が負けたら、えー、なんていうかなこの子たちは一体どうなるというような気持ちで広島のマザーペルサと呼ばれる元保護士の中本千香子さんが大阪で講演を行いました。 中本さんは、広島で41年前から、自宅で子どもたちに食事を無償で提供し、家庭に事情がある少年たちなどを支援しています。今日は、子どもたちの居場所づくりと再飛行防止というテーマで講演を行いました。およそ500人の参加者が、中本さんの講演に耳を傾けていました。求める気持ちは絶対に持ったらいけないと。 人に対しての与える気持ちこれを育っていってもらいたいというのが私の気持ちなんです。